はい、どうもです。いつもご視聴ありがとうございます。道楽エアソフトチャンネルです。今日の話題ですけど、今日はこのようなものを用意してみました。以前からパーツをちょこちょこ集めていた、Mac エアソフトのハンドガードだったり、レシーバーだったり、ストックだったり、一通りパーツが揃ったんで、お休みの時にちょこちょこっと組んで、形にしましたと。これで打てる状態にはしました。ざっくりね、まだ細かい内部調整してないんですけど、いい感じに仕上がってはいますね。今、初速とかまた後で見てもらうんですけど、でその上で本当にこれさっくり組んでさっくり形にした感じなんで、まだまだ初速の調整の余地とかあるんですけど、とりあえず軽く打ってみましょう。はい、バッテリーが入りました。かなりねじ込みました。じゃあセミオートとりあえず打ってみましょう。フリオートかけてないんですけど、早いかなって。フロート、11.15 で入れましたからね。細かいセッティングは後で内部開けてる動画は別に撮ってあるんで、そこで解決しますけど、モーターの方が、41PX さんのラピッドファイヤーの 39K モーター入れて、ギア比が 26.67 の DSG で、バッテリーが 11.1V 入れると、こんな感じの発射感になるかなって。今回はプリコックあんま考えなかったんで、こんな感じになりましたと。とりあえず内部の方の動画見ていきましょうか。どうぞ。さて、内部の解説の方をしていこうと思います。今回はですね、レトロアームズのスプリットのメカボックス、すごく昔にすごいハイサイクルの電動ガンを作ろうってやってて、その時に使ってたメカボを今回は再利用します。タイタン焼けちゃったんでね、タイタンを外して後でこれはアスターを入れますと。でギアの方なんですけど、これとこれでいいかな。今回は、これもまた流用するんですけど、26.67 のベベルスパーに、DSG の通常のセクターに引き始め1枚カットを入れてますと。その辺にちゃんと対応できるようにピストンとかもちゃんと加工しておいて、ちょっと雑ですけどね。で、トリガーは、これまだ流用品のクアンタム。クアンタムで、トリガースプリングちょっと固めのもの今回は採用してます。といった感じですね。この辺の逆転防止ラッチなんかはその辺に転がってたやつ適当に使うんで。あと、ノズルがでんでん虫だったりとか、大体いつも通りな感じはします。
で、スプリングはバトンの130と。まあ、これで今回は行ってみようと思います。と、そんな感じでした、と。まあ、重量の方は測ってみますか、次。重量。じゃあいきます。ドンドン。バッテリーとモーターと、あとまあドットサイトも全部込みで 1673g。 うん、軽い、超軽い。ちなみにドットサイト外すとどんなもんかな。ドットサイト外して1480、お、1500割った。これは軽い。うちのインドアスペシャルがもう 100g ぐらい軽いのかな。まああっちはドットセット乗せてますから、まあ、単純に比較はできませんけど、うん、十分軽い。いいですね。まあ、こんぐらい軽いと、まあ、普段の取り回しもしやすいし、あの重い銃が疲れるんで、まあいいかなって気はします。じゃあ次、自社の方行ってみようと思います。では自社の方行ってみましょう。弾はBLS の 0.2g プラチック砲弾です。すごし。でまずセミ音から。一応ホップはね、イナバレル短いからちょいかけぐらいでしときますね。じゃあいきましょう。 72.7 72.2 72.1、73.5、72.8、73.2、73.1、73.5、72.4。まあ、ちょっと初速低いかな。まあ、適当に選んだ場でそのままぶち込んだ感じなんで。まあ、あとはセクターカット1枚入れてるからかなって気はします。じゃあ、フロート行ってみましょう。あ、やばい、消しちゃった。39.8 とか38点とか、まあ、そこそこ出てますね。ちょっとフルオートの時の初速の振れが気になる。ちょっと打では戻りましょうか。はい、どうだったでしょう。まあ初速はねちょっと低いけど、まあ適当にあったスプリングポーンって突っ込んで、これくらいの初速ならまあいいかな。もう一段階スプリング強くしてもいいかなって気はします。まあそもそもセクターカットしなくてもよかったんじゃないかって気もしますけど、まああり合わせのもうセクターカットしちゃったギアとピストンそのまま使っちゃったんで、まあこんな感じの結果になりましたと。レンジの動画なんですけど、まあスケジュールの都合でまだ撮ってきてないんで、今回は
まあドレンジの動画はまた今度になるかなと思います。まあ早くて来週、うん、出せればいいかなって感じでした。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。